まんまとパリ取られてしまった。もう死にたくなかったのに。なんで生身で来てしまったんや俺。もうひどいよ。はっ、バカバカすぎる。頼む、もう一発。よしよしよし、誰もいない。よし、人間性もう一個回収できた。なんか下にいるの怖いな。下から攻撃されそう。でもここ入れるよね。やだな、でも沼入りたくねえな。多分沼入ると足がもつれて多分動けなくなるんだろうなと思っている。あ、結構長いな。あ、入っちゃった。え、ちょっと出れないんだけど。びっくりした、そこなし沼かと思った。え、もう、え、回収できないの？ちょ、毒溜まってる、バカ。やっぱりそうだ。毒耐性ある装備だけど、毒、髪の指輪とか持ってないしな。どうしよう。進んで後悔するパターンのやつだな。毒になっても、苔あるし。なんとかなるか。行こう。なんで？毒なりました。早速。毒、食らってる？あー、食らってるな。敵出るんだろうな、ザボンって。やだな。待って、先に毒。よし、弓矢使い慣れてんじゃん。俺全然前回使わなかったぜ。使えてんじゃん。なんかいるな。なんかヒルがいるぞ。ヒルか。来てるな。バカ。ロックしていいよ。ロックしていいって。バカ。オッケー。全然羽音が違うね。今聞くと。あいつがいなくなってからブーンって音が聞こえてたから。その音かなーなんて思ってたけど全然違うわ。通してくださいよ、そこは。次のかがり火行かせてくださいよ。ん？ロックオンできないなら大丈夫だろ。いるね、動いてるやつらが。おお、なんだこの木。うわ、いっぱいいるじゃん。いや、使ってこ。どんな敵なのかを先に知りたい。さあ、襲ってくるか。襲ってくる。ちょっと待って。捕まん。ちょっと相手してみよう。一匹でこの HP なら大丈夫だろうから。おお。怖えわ。どんな攻撃か今のうちに知っておこう。うん、ガードできるかどうかちょっと痛い。ちょっとそれはダメだ。多分武器が壊れたりする。ガードできるね。よし、毒も食らわないな。小さいやつなんだろうけど、多分コンセプト的には。なんかあそこ行け、木に登れ的なミッションだと思う。まず歩く。やめろー、まだ待ってくれー。よし、なんとかなった。よし、じゃ投げナイフで誘ってつくか。ダッシュするぞ。いけ、ゾワー。動いてる動いてる。やばいやばい。よし、ナイス、なんとかなった。これ、この装備じゃなかったら危なかったかもな。来ないんだ。あ、来ないんだったらいいよ。相手しない。こっち合ってる？いや、まあ、通れるってことは合ってるんだろうけど。
どんどん俺がも行くべき道と離れていってる可能性はあるぞ。え？そんだけ？いやー、罠か。クソみたいなアイテムがあるときは罠だと決まってる気がするんですけど。ああ、そういうこと。そういうことでした。やったー。くれ。双子。やっぱりな。他はないんだ。そんだけかーい。透視能力みたいなのないかな。怒られそう。やめとこう。気を傷つけるのはやめなさいって言われそう。いや、取りてえけどな。取りてえ俺だって。ただ何も別に毒耐性装備してきてねえんだ。後で来て取ろあれは。そう、どれが生きてる昼だか分かりづらくなってる。あ、なんだあれ。ショトカ的なものが開通する気がする。上で倒したやつが落としたやつかな。まあよくわかりませんね、これだけだと。OK。 確証。こいつなんか落とし、なんかアイテムドロップないな。なんだあれ。何の試練だあれ。何やってんだあの人。いや、重いだろ。いや、重いだろ。それ以上の感想ねえぞ。やめとけ、やめとけ。何の力自慢なんだ、マジで。と、毒が。やったー！高名な騎士の大きなソウル。結構大きくなってきたな。さあ、来いよ。イェーイ。なんでお前から来ないんだよ。やっぱ毒に疲れたくないんだな、お前も。ちょっと浮いてるってことは。ちょっと。なぜ昼間？昼目や。なんか顔みたいなのが上についてるの嫌だよね。虫なんだか何なんだかわかんないけど。なんか行けそうではあるな。行ってみる？まだ探索漏れあると思うけどな。さ、だから。暗くて見えないんだよね。なんでこんな暗いんだろう。なんかメッセージがいっぱいあるしな。まあでも、俺は今、ショートカットを、つけるのが最優先だと思うから。っていうか、まあこの歯車みたいなのを見てショートカットだろうなと思って行ってるわけだけど、それは新しい目的を見つけてるわけだけど。ここから、やあ、ついに来てしまいました。これミスって死ぬみたいなのが多分ないと思うけど、一旦とりあえず降りようか。降りよう。降ろして。ギーギーって音が鳴ってるな。ちょっと皆さんにはさすがに小さすぎて聞こえないかもしれないです。いや、何もないでしょ。あ、いる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 。いや、そうなるんだよね、これ。めっちゃ攻撃してくんじゃん、お前。暴れすぎだろ。いった。 くっそ。まあでもなんか毒弱いし、そんな攻撃力強くないし、安心。大丈夫かな。全然まだまだ続きそうなけん。これにして、あまり押しすぎないようにしないとな。いやー、亡者であるのは安心だ。亡者でよかった。危ね。嫌がるじゃねえか。逆方向向いてるってことは、逆から来るとこなの？ここ。もしかして。やめなさい。よし、まだ。へい。なんだこれ。いずれ。あ！
あぶね。天目。でも何もできねえ、ここ。何もできねえ。畜生。あの野郎。どこ通してきてやがる。もう、なんだこの映像は。お送りしています。牛の内部からお送りしています。まあどうしようもねえな。あいつ無視していくか。急げ急げ。よし、抜けた。おい、こいつをロックしよう。ちょっと抜けてくれ。危ねえな、あいつ。え、まだいんの？虫ちゃんがいる。ちょ、虫ちゃん、やめて。これ以上私下がれないの、虫ちゃん。いやもうこんなとこで死にたくねえ。は？ちょ、やめろ。ちょ、やめて、マジで。オッケー。オッケー！よし、ナイス。いや、毒性低くてよかった。攻撃力低くてよかった。もう、あいつに惑わされて落ちるっていうのだけ絶対なしにしよう。なしにしよう、それは。僕、行くぞ。押しに行かなくてはいけないやつがいる。どこにいるんだ。どこだ、言ってたやつ。どこだよ。家おったか。それとも、お、下か。下やんけ、あいつ。よくもやってくれたな、ここまで。どうしよう、麻薬壺。あ、落ちた。死ね。死んでねえ。あ、でも邪魔に、邪魔な位置にはいなくなったな。まだやってやがるわ、あいつ。許しがて。まあいいや、許そう。俺も人だ。ショートカットとかないんか、マジで。何のために来たの俺。なんかあるんじゃないのここ。なんなのここ。これかショートカット違うみたいですね。がっかりだ。本当に順路通りなのかこれ。合ってんのか。でもアイテム取ってないしな、あそこ。ここ、カット戦ってたよね、ここで。で、アイテムを取る。やったー！すごい！なんだっけ？なんたらさんの服だ。封印の釈状。すげえ。やったずら。治癒！治癒？何それ？状態異常。状態異常かな。16、無理です。毒排除。あー、ショーロンド封印者の一人、セキイのユルバ。セキイの人まだいんの？セキイの女性なのかな、こっちは。何なんだここ。あ、また影が落ちてるな。あれ、そっちに行ける、もしかして。ほら、あ、ネズミか。バカまたやったよ。これ、これ、遠メガネの後、罰を何回も押しちゃうくせ。OK。よし、これだ。犬だ。ネズミじゃなかった。やめろー。よし。なんとかなった。うわー、なんだこいつら、やめてくれ。きついよー、こんなところ。よし。やばい、強い。回復しなきゃ。回復。よし、ナイス。ギリギリだー。危ねー。
いやいや、いつまで撃ってくんだあいつら。いつまで撃ってくんだよお前ら。どっから撃ってくるのかもよく分かってね。登れるこれ。登らせて、登らせて、怖っ。いやもうちょっと偏差打ちしろよお前な。いや毒になるわこんな、こんなもん毒になるわ。ちょ待ってくれ、一旦待と。下手かお前ら、むしろ下手だお前らは。いやもう毒になるからやめろ。毒なってないぞまだ俺は。人間性2になってるいつの間にか。何で上がるのあれ。君たちね陰険すぎるんだよね。そこにもいんのかい。そこかい。もうそのツボ強いなお前。そのツボやめろや。あしゃーん、許さん。どこ、あとはそこか。よし取ろうか。下からなんか音がするな。へはへはへはっていう音が。あいつ倒して、あいつこっち来てる。あ来てるんだ、通れるんだあっち。よしじゃあ倒すか。君そんな近くで使っちゃダメだよ吹き矢は。おお猛毒が避けられるやつ。あれまあいいか。下にいんの、いすぎでしょ。落ちたのかなさっき。こっち背中向いてない。そんなことないか。背中、これ背中じゃないんだな。これは背中。なんでこれ×罰でキャンセルする。一回キャンセルすると後ろに行っちゃうんだ。四角をしてキャンセルしなきゃいけないのか。そっか、それのせいで死んだんだ。一応使っとこう。一回も使ってないから。いや炎は効かねえか。いかないよね。やっぱ月じゃないとダメだわ。月じゃないと弱い。おお、これでエストが。エスト教官のためのやつだよねこれ。君痛い、ごめんなさい。ああそうなんだ。別にこっちから来るってわけでもなんでもなく、ここで守ってたってことなんだ。あ、火がついてんのか、はしごに。今頃気づいた。はしごの近くにちゃんと火が灯されてるんだ。やめて。こっから登ってきたんだ。え？何の音？怖い。こっから降りるんだ。大丈夫かな？大丈夫かな？いけるかな？ミスって死にたくね。ほい、やったー。で、途中で降りよう。途中で降りたい。途中で降りたい。あれ？ここ登ったとこだ。え？これどうなるの？降りて、で？特に行けるところもなさそうなんだよな。あ、いたいたいた。いやー、一発当てて。よし。あ、びっくりした。なんでここにいんだお前。さっき落としたやつか俺が。すまん。なんでここにいんだとか言われる筋合いねえわ。あっち行きたいな。ただなんか、大きい人がいて。行きづらそうだったけど、ほらなんか岩持ってる。
種屋の取っとくんだったな。大きな屋しかないから多分届かないわ。毒屋、そんなの持ってたっけ。どうだろう、どこまであれ飛ばしてくるんだろう。それによるね。ちょっとダッシュしてみるか。毒になっちゃうな。でもこれ多分毒になった上であいつも追っかけてきたら俺死ぬ自信あるわ。ならなかった。あ、なった。おお、いや、いて、マジか。まあ、毒になるけども、いや、一回戻ろう。ちょっと今、今、精神が不安定。無理無理無理。精神が不安定。無理無理無理。ふぅ、精神が安定しているの、ことは重要です。追っかけてきてんじゃないかな。来てる来てる。よし。精神安定した。安定しました。よし、ちゃんと今度は、毒にならないように頑張ろう。えっ、行こう。で、ターゲットも取られないように。ほい。ほい。ほい。あ、そうだ。今矢ないんだ。じゃあ、これだ。ダメだ、こりゃ。頼む、早くしてくれ。あれ？来てない。なんで来てないんだ？ラッキー。絶対矢使った方がいいけど。え？なんだ？不死者が私の姿が見えるのか。面白い。Fascinating. お、イザリスのクラーナ。人の身で私の姿を見るものは久しぶりだ。サイもある。すげえ、サイもあるって言われるわ。そうです。実はそうなんです。そうなんです。実は。Yes, of course. そうだろう。It should be expected. Very well. お、ありがとう。You shall be my pupil. 何がその金銭に触れたのかわからんが。え、勝て。Are you prepared? お前に答えられるものかな。武器を進化させるとかもあると。ああ、呪術の火が。呪術の火、あんま使ってないけど。乃木払う炎。お？炎の嵐。もう使っちゃおうかな、ここで。不死の魅了。おお。呪術。性別に関係なく。本当に火ばっかりなんだな、今回。呪術って火ばっかなんだ。大発火。発火。発火はあったよね。炎の鞭。へえ。高いの買っとこうか。せっかくここまで来たし。これでさ、そこにいるやつ、そこにいるやつ、あ、でもセットできないから意味ないか。楽しそうだし。買いました。クラーナって書いてるやつだっけ。進化させよう。ほんで。もうこれさ、進化させまくってさ、いや、知らんけど、進化させることに別に損はないみたいだし、させまくって、今使あるソウルを使い切ろう。よし、これでロスト怖くないぜ。で、話そう。Long ago, I accepted another pupil like yourself. Over 200年以上前の話だが、お前と同じくらい出来の悪い男だった。お前たちの世界では呪術王ザラマンなどと呼ばれているがな。あの小僧が全く偉そうになったものだよ。偉い、すごい人なんだな、この人。炎の技、火を起こし、火を恐れろ。その恐れを忘れたものは火に飲まれ全てを失う。もうそんなものは見たくないんだ。すごい大先生なんだな、君は。わかった。ちょ。それはいいけど、一緒に戦ってくれないか。バカ弟子が亡者になんてなるんじゃないぞ。かわいい。ババアなんだろうけど。
ババアじゃねえ。かわいそう。かわいそうって。かわいい人っぽい。よし。どうしよう。これ、この人巻き込んちゃうよな、ここで戦ったら多分。めっちゃ巻き込みそう。まあでも、飛び道具使わずにこれ、勝てるとも思えないし。